この辺とかしてこないんですよ、めったに。やりたいことがあってさ、ここら辺にしようか。こうやって、メモ用紙にコップをかぶせてるのか、その中に飲みがいいのか。なるほどね。出た。柵を開けよう。あ、こうやってちょっとね。あ、なるほど、面白い。よし。お。で、あ、これ、縦に行けないね。じゃあ、いいか、これで。来た。プースケの、何、プースケの、どこに、飾っとこうかなと。プースケのね、飲みはね、ちょっと、せっかく捕まえたんで、ここに飾っときたいなと思いまして。いいんじゃないですか？いいんじゃないですか？気持ち悪いなぁ、こんなことしてるようで。よし。じゃあ、新しい住民に会いに行くか。なんだっけ？ティファニーちゃんって名前ですよね。女の子と思う、多分。ティファニーちゃんに会いに行こう。先に、行くか。よし。こんにちは。あら。おしゃれなお家。どんな子だろうな、可愛い子です今。お邪魔します。うわぁ、鳥だ、でかでかでかくね。すごい服着てんな。こんにちは。あ、話しかけられない。じゃあ、この島の様子は何ですか？私、今日チェックしてしまって、ティファニーと申します。あ、礼儀正しい。服、それ、なんかすごいことになってるけど、サイズだってなくない？ふふ、うまく来たんですね。よろしくお願いします。まだ、ネミさんが来てないので、お見苦しくすみませんが、以後、お召し上がりくださいね。そうね。あら、礼儀正しい、こう。集中して片付けて、いるとお腹いのをさせます。そうそうそう、それ実感したいですね。そうね、まあ今30だもんね。ああ、いい子じゃない。ちょっと思ってたことは違ったけど、いい子じゃない。ごめんね、こんな卑怯に見立っちゃって、なんか申し訳ねえな。でだ、釣りをしたい。最近あんま釣りしてなかったし、魚の卵もあんま持ってないからね。こういうとこはね、でかいか。うわ、怖っすね。あ、卵だ。見つけた。卵つけた。見つかるかな。よし。じゃあちょっと、あ、あそこにも穴あんな。結局化石ゲットしないの、俺は。よし。こう。あ、卵、上に卵を掘り出した。ここにも穴あるじゃん。そっか、私を掘り出した。よし、行こう。ジュニーが倒してないの。メッセージとまだ言ってないんですよ、今。あ、これ、卵じゃない？これ、ね、さっきと短いな、しかし。結構魚類でかいもんね、卵。お、忘れちゃった。あ、うめえ。どうだ？あ、卵だ。卵を消えた。うん、使おうかな。で、ステージブトはまだ見てないもんな、今日。ナイフもあんのかな、ステージブトに。この魚類もそうじゃないか。はい。はい。よし。来た。おー。
全然普通の魚が全然釣れないね。よし、これでジアウィスピー、ここら辺作れるかな。作ったのがスーツから、あ、作れるね。イースターの冠とかライトガーデン作ったことあるから、葉っぱ卵の靴、イースターラグも作れるのか、作るか。よし、ちょっと鼻水がすげえ、めっちゃティッシュ使う。よし、で、何したっけ、ディアワイだ。はい、ディアワイします。ディアワイする。よし、イースターのログ作っちゃう。ログって外に置けるのかな。あ、ジュートが置けないか。ちょっと作る。で、イースターの冠どう。おーし、いいね。前にする。よし、これでかぶってみる。あ、かわいい。かわいいな。それはここで言おうか。あの帽子って収納できる？さっきのクローゼットに。見てみるか。クローゼットに収納はできるのかな？違います。ああ、なるほど。これ、着替えであるね。収納してあると気が出るのかな？かな？ちょっとわかんないんですけど。で、引ける？引けないか。じゃあ、部屋に戻って引いてみるか。あ、花びらが。花びら12個でお花見セットみたいなのが作れるからね。とても作りたいしないと。およし、とりあえずでもちょっとスーツ着くの見ねえな。とりあえずなんていうの、一回壁にかけてる服とかもしまってみるか。収納、そうすると着替えないんじゃない。こうじゃないか、これか。この辺を収納する、収納する、収納する、 OK。 それスプリング用具って部屋に置けるの、置けるんだ。あ、これ初めて知った、入れるんだ。これは知らなかった。でも外に置きたいな、これは。でだ、これだ、イースターだけ引こう。あ、かわいい、かわいい女の子の部屋にありそうですね。じゃあこれでいいか、いいじゃないですか。よし、しばらくイースターのレシピは家具とかはないよね。服とかあるけど家具とかないと思うんで、また少しは。あ、花見スカンセット花見は10個でいいんだ。12個かと思ってた。よし、しばらくはこれでいいかな。プレスキーいないな、どこだろう。プレスキーいる、おうちにいるのか。プレスキーくんの家をさっき使ったからね、祭壇に一番スワが近い場所に飾っといたからね。あ、DIY してる。プレスキーくんいつも DIY してない。こんにちは、うまくん、足元気をつけてね。動かしてるかもしれないから、また同じセリフだね。何してるの、今ね、アニマルの扇風機。
専門に聞こえるかもできるもんね。教えて。任せて。何でもしたいから、こうするのは間違いなんだ。ありがとう。僕になってくれるのが、よかった。飛び出ちゃうよ。あね。あれもね、育ってないからな。ふむふむ。アネモネ扇風機を使用した。覚えた。アネモネスター。アネモネ。よし。見てみる？こっちじゃないか、こっちか。お、かわいい。赤いアネモネ3個。これ扇風機なんだ。へぇー。アネモネ育てるか。多分、豆つぶ商店で、たぬき商店に。売ってると思うんで、あのもね。赤いあのもねだよね。赤いあのもねが売ってれば、売ってる。あった、大丈夫ですか。あ、消しちゃった。結構離れたとこから通してるのね。やっぱ、そう簡単には釣れないか、売ってるもん。よし。で、たぬき商店だね。こんにちは。さあ、アネモネ、赤いアネモネ、売ってるかな。よし。赤いパンジー、赤いヒアシンス、オレンジ、オレンジか、黄色いパンジー、白いアネモネ、白か。ないじゃん、赤いアネモネ。せっかく出すと思ったのに。残念。また明日かな。たぬき商店は明日やってると思うんで。よし。メッセージブログ落ちてないの本当に。あ、あっちが書いてある。あっちが見てみる？バトビームを使って。おい。落ちてないな。落ちてないのなんでか。ああ、すげえ。穴が2個も並んでる。うわ、ここにもある。めっちゃあんじゃん、穴、この辺。今日こっちの方来てないのか。お、化石。今日掘り出した。で、はしご。よし。穴の部分も登れるんだ。で、スコップを持ちましょう。はい。お、化石。化石も鑑定しに行くか。お、卵。自分の卵。よし。花を散らさないように行って。よし、この辺で、はしごつくろうか。早く坂が完成してくるようになりたいな。坂欲しいよね。無事、はしごをつかみました。間違えました。これは、はい、よし、何するんだっけ。そう、博物館に寄贈するんだ。先に言ってあるし。あ、ちょっと座ってる。たまには今日休憩しなきゃね。頑張りすぎるの感覚だって。今は手に来てくださってね。その通り、いろんな人に聞かせてあげたいな、この言葉。そう、これを見終わんなじゃん、見納めか。そう、一枚スクショしとくか。よし、じゃあ化石の鑑定してもらうか。化石もかぶったら売りたいしね。うわー、はっ、すいません。こんにちは、山さん。薬物館ようこそお越しくださいました。私ね、ここでしょうか。化石の鑑定、ワクワク、お願いします。どうぞね。なるほど。一つなくしました。これはティレクスの体。来た！ティレクスの被り。これでやっと尻尾だけの、あの無料案内所の奥の尻尾だけのあそこか、体も置きますね。やったぜ。よし、これ頭も被ってくれたらいいな。
はい。どうぞね。なるほど。ほっほー、これもゲームワーク。ジップロックスの腰ですね。そしてもいいですね。これ、うん、強いない。ジップロックスなんですよ。そうなんだ。ジップロックスの腰。お願いします。寄贈しちゃう。よろしいんですか？では、質問させていきます。いやー、確かにジップロックスの腰は、当事者で見つかるとは。はい、リプロドクスを起動したくておかげで、あー、起動したな。起動しましたね。はい、どうもで、化石の鑑定。はい、押します。最後はこれだ。どうぞどうぞね。なるほど。ほほー、じゃあブラキオサウルスの腰、これを被ったか。はい、どうも。だいぶ被るようになってきてね、化石。はい、ありがとう。お、マイレージが、マイレージが呼んでるぜ。よし、これでマイレージプラス化石鑑定強化キャンペーンで、他にはなんかないかな。あ、あんじゃん。片岡術セバンチの充実。今まで手に入れたことがある家具や服は、短期ショップ片岡で手軽にチェックできるってご存知だもん。みんながたくさん活用を集めて活用してね。あ、パックを集めたか。良い物力。よし、他は？あ、あんじゃん。未来バルーンハンター。誰が飛ばしてることなんだけど、ぜひプレゼント式の姿が飛んでくるのも、これ前も受け取りましたね。ふわっとしてる空気。花火だ。あったね。あ、いいよ。あ、どこ行った？あった、あった。ほっほっ、うわ、下手下手。あ、消えちゃった。あーあーあー、よし、じゃあステージサービス飾ろうぜ。楽しみ。おー、いいじゃん。一気に迫力できてきて、あと頭だけですね。今はこの場所に置いたんですけど、そのうち完成したら別の場所に移動しようかなと思ってるんで、それまた考えてますよ。どこに行くか。で、ナメツル商店で、コネキ商店で売ろうか。鯉と化石と蜂の巣を。はい、買い取って。よし、ブラキオサウルスの腰、ハチノス、コイ。6200円いくかな。あ、いけないか。まあいいでしょう。はい、ありがとう。ありがとうございました。どうも先生、今回はいいかな。今一番をちょっとしかないからね。じゃあ今回は少し早いですけど、この辺で終わりにしようと思います。いや、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントで、コメントいつもありがとうございます。すべて読ませていただいてます。では Twitter、Instagram もやってますので、フォローしてくださると嬉しいです。 Twitter の方はね、返信も今のところはすべて開発してる状況なので、 Twitter の方でリプライしてくださると嬉しいです。というわけで、ご視聴ありがとうございました。あ、あれちょっと終わろうか。よし、ほっ、やったぜ。というわけで、お疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ、待ってねー。